せーもういいでしょ、わざわざせーの2回目いきます。え、続きです。あの前回のこちらの動画まだ見てない方は見てください。はい、ピクサーの9時の動画なんですけど、朝一行って、まあ、その動画をご覧ください。で、俺たちの狙いはラストショーなんですよ。しかもセブンのね、と、うん、いうことで今9時始まって3日目なんですけど、うん、4日目かな。でも栃木はあれだからね、ちょっと遅く21に入った、うん、だからちょっといくつかやりました。多分大体2万ぐらい、2万は行ってないかな、ギリ。その結果をお伝えします。はい、まあ店舗としては、まあ結構数店舗転々として回ったって感じだよね。うん、2日ぐらいかけて。そうだね。まず最初こちら。え、ちょっとさ、何、どうやって紹介する？どうやって紹介する？まずフィギュア紹介する。フィギュアからいきます。まずリメンバーミーが、リメンバーミーが3つです。いや、これ本当にすごいのがさ、坊やくんが弾くとさ、これなの。いや、そうなんだよ。しかも今日なんかさ、フィギュアこれしか残ってなかったじゃん。他がもう解消しかなくて、フィギュアこれだけ残ってて、もうやくんこれね、1回だけやってこれを弾いたから、マジですごいよね。リメンバーミーは僕ら前回出たので紹介しません。はい、でもこれはね、別にあの欲しい方がいたらあげようかなと思ってます、友達でね、うん。じゃあ俺たちが意外になってたショーです、こちら、カーズ。これ結構さ、ラストの次くらいに狙ってて、うん、当日はメルカリで多分1万円から1万2千円で売られてて、え、なんかラストショーやんと思ったんだけど、でも今はね6000円ぐらいかな。てか6000円っていうかさ、6000円ぐらいかなってさらって言ったけどさ、メルカリ出るためにやんのやめようぜ。でもさ、今回さ A 賞はさ2個あるじゃん、うん、2個ずつ。でもさ、この BCDEF、うん、のさ5個はさ各店1個ずつしかないからさ、そうだね、そ、 A 賞よりなんかレアみたいな感じになっちゃってる、うん、だから数えれば世界にさ何個かしかないんでしょ。でもその中でも多分カーズは結構人気だよね、フィギュアの中で。うん、やっぱこのロックとマックイーンの最高なシーンですよ。しかもマックイーンがラジエータースプリング仕様っていうのがいいよね。最高だよ。でもいいシーンですよ、これは。胸熱な、じゃん、かっこいい、かっこいい。これロックがやばいね。こういう感じでしょ、ロックが胸熱だ。うわ、いいね、これこれ結構狙ってたんですよ。最高、うん、これやばいね。取り外しはできないと。新フィギュア、これカーズっていうかマックイーンとドッグのこのシーン最高ですね。こちらが D 賞、 D 賞です。じゃあ次、じゃじゃーん、 C 賞、モンスターズインク。これもさ、めっちゃいいシーンだからさ、絶対に泣いちゃうシーンじゃん、うん、だからさ、欲しかったんだよね。どうぞ、モンスターズインクの人、惜しい。このさ、マイクが最後の一かけらをサリーに渡して、このサプライズをするシーン、こうね、サリーを呼び出してじゃじゃーんって、うーるうるしてきちゃうくらいか、うるうるしてきた。このシーンさー、本当にこれ感動的なシーンなの。ちゃんとかけらを持って、マイク、ありがとうございます。はい、次です。実はですね、フィギュア、あとトイストーリーとにもだけ出てないんですけど、そう、 B がトイストーリーで、それはあのお友達が2つ出たっていうことで、あの譲ってくれるってことだったので、本当にありがたくいただくということで、 BC がこれ、うん、D がこれ、カーズで、 E がニモノので、ニモは本当にどの辺も言ってもないの。もうね、それが残ってたら挑戦しようと思っていろいろ回ってるんだけど、マジでどこ行ってもニモだけがないんだよ、うん、マジでニモだけない。だからちょっとニモだけまだ探し中で、で F がここだから、はい、ほぼ制覇。じゃあ次ちょっと解消はちょっとサクッといこう。でも開けたいんだよね、普通に中身見てないから。一番下の、お、ドリだ。お、かぶってないじゃん。え、かぶってないじゃん、モンスターズインク、イエーイ。ドリ、これも本当はコンプしたいんだ。うん、これでさ、大解消ってさ、もうほぼ全部当たりじゃね。え、もうこれしかないじゃん。全然足りないじゃん。足りるよ。だってケンちゃん何種類あるっけ。私ちゃんとこうやって丸つけてんだから。いきます。かぶってるパターンあるよ。お、え、え、それめっちゃ欲しかった。取り入れたから。カーズが欲しいね。あと4個足りない。解消が少なかったんだよね、逆にね。うん、困ったことに。だからまあ、フィギュア狙いだったから、運いいっちゃいいよね。確かにね。で、しかもね、俺ら行った時ね、なんか昨日の夜回ったんだけど、でね、まず1店舗目が残り20
個ぐらいやって、うわーどうしようかなーみたいな、でも2もないしなー、じゃあちょっと次のもう1個車で10分ぐらいのとこ行ってきますって言って、でそこ売り切れだったの全部、やばい急いで行かないとって言って、その店員さんももう車止まった瞬間にもう準備してくれて、どうぞみたいな、実はあれから4枚減りましたとか言って、そう本当に一瞬15分くらいの出来事で減ってて、やばいと思って、まあこれさネタバレになっちゃうけどさ、残りが16枚になってて、店員さんも嬉しそうにねしてくれて、そう全部買ったというわけなんですけど、次は何だろう、この J かな、フラッシュポーチって、ポーチはね結構あるんですよ、うわかぶっちゃった、持ってたんだ、ホーリーにしたらよかった、ポーチこんな感じです、かぶっちゃってるんだけど、これもでもインクレディブル俺ね今欲しくて、帰りにね一回やって出たから、これ普通に使おう今。インクレディブルとウォーリーがね、ウォーリー次出たらウォーリーにしようとし、やっぱモンスターズインクとかもなかったんだよね、これなんかここ穴開けてさ、こうやってポーチにできたら可愛くない、サコッシュみたいな、サコッシュみたいな作ろう、これ100均でさ、なんか穴開け買ってやろうと、これがだからこれも少ないの、全然持ってるの、もっとね持っててもよかったんだけど、うん、全然少ないです、だから昨日行ったその夜行ったところは結構ねもうほぼフィギュアだった、ほぼフィギュアだった、次がポスター行っちゃう、ポスター行こう、ポスターもまだまだ足りてないから、しかもポスターだけランダムなんでね、そう4個開けていきましょう、え欲しいのはねマイエレメントと、あマイエレメントいいね、ターニングレッドとルカがちょっと狙ってる、いいね、あとカーズも出てないからね、まだレミも可愛いんだよね、でもバグズライフも可愛いんだよね、これは何出ても嬉しい、はい1個目、あーこれちょっと今見ちゃった、オンワードだ多分、せーの、あ、フォーだ、うわ、かぶった、でもいいじゃん、これめっちゃ可愛いから、うわ、インサイダーアートもいいな、かぶりました、前回の動画ご覧いただいた方、こちらです、フォーです、かわいいの、いきます、うわ、かぶり、お、お、ワンダ、ワンダビジョンワンです、これは甘くなかったね、前回2は出たから、トイストーリーあとは3だけ、え、これ全部あるのかな、3だけど、トイストーリー、じゃじゃーん、ワンでした、かわいいね、やっぱり、じゃあ次いきます、せーの、パお、うわ、かぶった。この数でかぶるか。2個も。かぶっちゃった。これでもしょうがないよね。これ1店舗これだけでしょ。うん。ザ・グッドダイナソー。かわいいけど。最後。マイエレメントが来てほしい。せーの。お、かぶってはない。ソウルね。ソウルフルワールドです。ルカとか絶対欲しかったでしょ。あ、いいね、ソウル。ソウルでした。で、あとはポスターですね。ちょっとシークレット系はもう終わってしまったんですけど、ポスター、なんと、4つですか？あれね、カードね、ポストカード、ポストカード、これがね、結構胸厚なんですよ、うん、インクレディブルがね、これね、ポストカードマジなんかもう超マニア向けだからね、俺すごい好き、いいんだよね、じゃあ好きなシーンだけさ、見せよ、これ全部見せてもあれだから、これ見せて、うん、あー、そこね、大きいかな、マイク映ってないじゃんのところ本当にこのショー出たら結構嬉しいんだよね、バイオレットがさ、あの鼻から水出すシーン入ってると思ってさ、それロボとしたらさ入ってなかった、これ苦情とかじゃないです、苦情とか、うん、イエティね、最後のシーンね、オンワードはねやっぱね、イアン目線でお父さんとバーリーがハグするシーンとかだったら最高だね、でも確かに私もこれモンスターズインクの方が好きだから、 MU だとちょっとサリーがさ性格悪めだからさ、ね、ちょっと選べないかも、これ最後とかじゃない、え最後から開いてんだけどハグするシーンない、あハグしてない、う逆にね、逆にね、マシーンじゃん、あいいね、このシーンね、最初のオープニングのシーンいいね、でアップは前回も出たので開けないです、これはあとだからニモとココだね、で制覇できるっていう感じ、最後ですか、これを、そうなんですよ、皆様、皆様、そしてこちらが残ってました、はい、残り16個を引いた時に残ってて、でこれはあのお友達が欲しいって言ってて探してたから、負けるよって言って、負けなくていいか、お友達にそうだね、あげるので、まあ、前回開封したのでそちらをご覧ください、はい、ということで今回の動画のメインです、こちらラストショー、このために僕たち夫婦は結婚したと言っても過言です、さすがにそれは過言です、これ本当にいいよね、逆にこれを今までさ商品になってなかったことが不思議なくらいさ、うん、求めていた、うわー見て、いいね、なんかこのクリスマスプレゼントをトイザラスの箱から開ける感覚、やばい、じゃん、うわでかいじゃん、思ったより。ルークソー・ジュニア。めっちゃいいやん、これ。うちがピクサー社になってるじゃん。え、アニメーションスタジオ、え、ピクサー社みたいな。やばいじゃん、これ。
やば、玄関に台があれば玄関にぜひ置きたいですが。そうだよね、入った瞬間に、うん、ピクサー、あ、まああのピートドクターと会ったんで公認です僕と。ピクサー社公認です、フランチャイズ公認、視界に入ったので視界に入ったのでピートドクター見てください。こちらピクサー、顔と比べるとこのぐらい、あーやべ俺顔小さいから比較になる、私の顔と比べるとこれくらい、確かに7ってでかいからやばくない、これやばいわ、これいいね、このために頑張ったよ。いやこれはさ、だってこれがストアでやってると思ってさ2万ぐらいしてもいいくらいの、確かに買うね、ね、最高ですこれは、マジ欲しかった、いやありがとうございます、いやありがとうございます、これを商品にしてくれてという感じで、なんか本当にこう多分並べたらわかるけどマジで解消が少ない、確かにね、ていうかなんかうわこれはハズレでしたっていうのがないから、どうなんだろう、ちょっとね結構友達とかね、都内はないです、埼玉ないです、千葉ないですっていう人はねいるんだけどね、結構栃木とかはね余ってるお店はあって、そう多分まだ全然残ってるところもあるし、うん、なんか DM とかでも来たんだけどまだ全然残ってますって言ってる人もいるから、マジで場所によると思うんで、うん、で多分本当にまあラストショー欲しいとか人は多分めっちゃ残ってても一気にさなくなる時もあるじゃん、だからマジでタイミングが難しいんだけど、うん、あったらね絶対引いた方がいいと思う、うん、絶対引いた方がいい、これとかだって当たったらもう超当たりで、今こうだよ、まあ、そんな感じで皆さんちょっとすごいかもしれないんですけど、はい、ちょっと2回目もかなりのボリュームやったんで動画にしました、はい、ぜひ何が出たか、あとはうちの商品これ欲しいのでプレゼントしてくださいっていうコメントはぜひコメントしてください、はい、プレゼント企画やるかもしれませんでもこれとか被ってるからね、そうだね、これ欲しい人は YouTube のチャンネル登録をしている方とか、今それ言っちゃダメなんだよ、そうなんだ、そうだよ、 YouTubeあのプレゼント企画のために登録をしてる方って言っちゃいけないんで、そうなんだ、消される、うん、バンされる、でもねまだね私たちも全然解消とか揃ってないし、多分見つけたらねまだやるよね、全然やる、あの荷物、あとはあのアップの、そうアップのキャンバスがまだ残ってて、そこを今ちょっと狙ってんだよね、で今日もそこで引いたんだけど出なかったんで、地道にねまだやっていきますよ私たちは、はい、ということで皆さん、ぜひピクサー楽しんでいきましょう、はい、この夏もピクサーでインサイドアウト2を一緒に盛り上げていきましょう、はい、ということで今日の動画は以上になります、チャンネル登録、グッドボタンお願いします、 TikTok インスタグラムのフォローもお願いします、ではせーのバイボー。